これから衝撃的な映像が流れますが、CG ではありません。この交通事故により亡くなった方はいらっしゃいませんが、高速道路上に停車するということは、後続車に追突され、死亡事故に至ることもあり、大変危険です。故障や事故でやむなく路肩に停車した場合は、ハザードランプを点灯させ、後方の車の動きに注意しながら、発煙筒や三角停止